楽天証券経済研究所、グローバルマクロアドバイザーの田中大介です。田中大介のマネーは語る。米国、あるいは世界は今大きな曲がり角に来ています。インフレが進行し、それを抑えるために、えー、主要国がどんどん金利を上げていく。まあ、そのせいで経済も2023年にかけて失速していくんではないか。こういう場面なんですね。当然のことながら、 マーケットの見方というのも危機的な方に傾くという声と、それからいや大丈夫だという声といろいろ分かれてくるわけです。日々情報を集めていると、そういうどちらなんだろう。まあ、こういうふうに思われる方もたくさんいると思います。今回のテーマは、米国株、世界の崖っぷちで何を叫ぶということです。 ここで、愛をというつもりはないですけれども、先ほど申し上げたように、崖っぷちということで、危機を叫ぶ人もいれば、あるいはあ大丈夫だこれこ、ここそチャンスだという人もいるというような状況なんですね。プロの金融機関であるとか、投資家からもいろんな見方が出てきます。サマーラリーで株が上がったときには、もう大丈夫ということで、一気に脳天気に走りましたし、 長期金利が3.5から2.5に下がったときには、このまま2.0に向かうみたいな、こんな見方をするところも出てきた、まあ、正直言って、えー、右往左往をしているという状況なんですね。私もこの崖っぷちに来ているということで、えー、危機を強調するつもりはありません。いろんな道筋がここからありうるということなんですが、崖っぷちなんだという、その状況認識そのものが現時点では重要なんだと。 いうことなんです。そこで今回お話しすることですけれども、まず、米株式、逆金融相場という立ち位置について再確認いたします。そして、つい先頃 IMF が最新の経済見通しを公表しましたけれども、まあ、その中でこれから先の危機的事態に対して警鐘を鳴らしています。まあ、そのことも確認いたします。そして、ラケプチの世界。 ということで、まあそれ相応に緊張感を持って臨む場面なんですけれども、日本はなんとなく安穏としている危機感、警戒感が薄いのかなというふうに思っている次第です。まあそのことについて、えー、私なりに留意すべきことをお話ししたいと思います。まず現状ですけれども、逆金融相場というのは相場の下落局面で言えば。 前半戦だということなんですねそのここととを確認しておきたいと思い思ますこの図はもう延々と繰り返し、このところをお見せしてますけれども、コロナ以降、超金融緩和による金融相場があった。今回、FRB は延々と金融緩和を継続したので、彼らの行動ではなくて、中長期金利、インフレ動向から、 株式相場のサイクル局面を判定しよううということでで切り替えた図です、まあ、この2021年の初頭に長期金利があったところで中間反落そしてそれ以降ですけれども金融緩和は継続してますがここを業績相場としましょうということで2022年ここから思ったよりも金利が上がりそうだというところで逆金融相場期に入って で今に至るるというこういう評価をしているわけです現状においては、金利が一体どこまで上がるんだろう。それはどこまで高止まっているんだろう。まあ、このこと自体ですでに景気中立水準を超えている金利が経済に悪影響を及ぼしていくであろうということを見ていく段階なんですね。まあ、その意味で、逆金融相場の正念場に来ているということを何度か申し上げています。これから先、マーケットでは、 11月にまた0.75を上げて、12月に0.5を上げて、そして来年の2月あたりにもう0.25を上げる。まあ、こういう折り込み方をしてるんですね。まあ、そのあたりが金利のピークではないかという、こういう評価です。ピーク感が出れば、おそらく中長期金利は下がってくるので、それを交換する中間半島というのがあり得る。でも株式相場は経済 景気に対して先行性があるということで知られています今起こっている株価の下落逆金融相場というのはこの先の景気悪化の先行シグナルであるということをまあ、素直に解釈すれば2023年には逆業績相場が来るということになるわけですまあ、その意味で逆金融相場というのは前半戦なんだということです 6月あるいは直近のところで株価は底値圏を推移しているということになっています。ここからもう一段下がるという事態になった場合にはかなり厳しい事態ということをいろいろ考えなければいけなくなってくるということなんですね。まあ、その意味で崖っぷちに近づいている。こういう認識はやはりきっちりと持っておくべきであろうということを私はこのところ ずっとお話し申し上げている次第です。そして、つい先頃、IMF が最新の経済見通しを発表しました。IMF 国際通貨基金というのは、国際的に見て、あの国、この国、どうも金融、債務基金に陥ったという場合に、それを救済するための期間なんですね。で3ヶ月ごとに経済見通しを発表しています。その中で 4月と10月の発表は大々的に大きなとしてデータベースもガラッとこう入れ替えてくるんですね。で普段は IMF は政府、中央銀行各国と話し合ってこういう見通しをまとめていくので市場関係者、プロの人たちから見ると非常に緩い見通しという印象があります。まあ、その一方でもともと 危機があった時の救済期間なので、何かここが危ないっていう危機モードになると、それもまた政府、中央銀行とすり合わせた上での見通しですので、半歩遅れますが、急に危機モードの予想を出してくるっていう、こういう性質もあるんですね。その IMF が7月のマイナー改定において、えー、インフレが進んでいる、こんな金融引き締めが続いている。 だったら世界経済アメリカ経済含めてかなり危ういところに行くんではないかっていうことを打ち出したんですねそして今回の10月見通しでさらに危機警戒モードを出しています主要国の経済については失速するという表現も使っていますこの表の中でアメリカの経済成長率 2022年1.6、23年1.0、24年1.2ということで、巡、え、航、ー、速度1.8を下回るペースが続くということです。まあ、この数字だけからは景気後退という見通しにはなりませんけれども、かなり減速させることによって、需要を抑えて、インフレを抑えていくことになる。こののの見通しし中ででより厳しいのは欧州で 2022年3.1が23年0.5。ドイツ、フランス等ですね、主要国について言うと、23年マイナス成長という見通しにもなっているんですね。ですから、欧州の厳しさというものがここから出てくるで。ヨーロッパはまさにロシア、ウクライナ問題に直面しています。そしててロシアののの燃料食料食等が入っここないということとうインフレの 懸念といいうのもものもすごく強い結果的に景気後退にも陥るということになります。これは単純に経済の危機というばかりではなくて、対ロシアで強硬に制裁をしなければならないということについて理解している各国の国民も、いざ自分の生活が苦しくなってくると、自分の国の政府に対して不満をぶつけます。そうすると 選挙では現在の政権が勝てない、そしてより強いトーンで主張するポピュリズムの政党、あるいは右派とか、まあ、そういう強硬姿勢のところが出てきやすくなる、そのことが欧州全体でのまとまりを損なっていく、こういうリスクも出てくるんですね、まさに民主主義の牙城である欧州が揺らぐという事態も想定されるわけです。 そしてさらに、まあ、この下の方ですけれども、新興国、まあ、ここにあるブラジル、メキシコ、南アフリカ、トルコ、ロシア、まあ、こういう国々全体というわけではないんですけれども、アフリカまで含めてですね、かなりの国が債務問題に圧迫されるような状況になっていくであろうというふうに思われます。また、世界経済を見ていく上で、今欠かすことのできない中国ですけれども、今年の成長率3.2。 来年が4.4、以前時々4.5で、まあ、目指している5%半ばの成長率からすると、それを下回っている。他の国から見ると、成長率高いように見えるかもしれませんけれども、巡航軌道を下回っているということ自体は、失業も増えていきますし、景気としては悪いという話になるんですね。中国も扶養しきれないということになりますと、アメリカも景気悪化。 ユーロ圏はもう失速、景気後退、そして中国も鈍化したままとで、新興国には危機的な状況も広がりかねないという、まあ、こういうふうなことが23年以降に想定されているわけです。まあ、そんな中で日本なんですけれども、2022年1.7、23年1.6、24年1.3と、 かなり安定的な軌道の想定になっています。まあ、実際に日本国内にいて感じることっていうのは、インフレがどうこうだっていうことでえ言われはするんですけれども、まあ、世界の状況から見ると、日本だけなんでこんなにインフレ上がってないのというぐらい低いんですね。まあ、その中で、えー、中央銀行は金融緩和を維持している。そして、えー、円安。まあ、日本国内では 円安は日本衰退の象徴であるとか、円安困るみたいな議論がたくさんありますけれども、マクロ経済で見ると、あるいは株式市場等で見ると、円安というのは相当強いサポートになっているというのは、かねて私がお話ししてきたとおりです。ですから、この IMF 見通しの中でも、日本一人、安穏とした、そんな想定になってるんですけれども。 本当ににそううなのかということについいいいこつてては私は私強い疑問を持っていますちなみに、9月に発表された FRB ・ FOMC の経済見通しなんですけれども、これで見ると2022年が0.2ということで、IMF 見通しよりも相当低い、そういう予想になっているんですね。そして23年が1.2、24年が1.7、1.8と24年、25年では、 まあ行速度に近い予想になっている。で、おそらくは、IMF が世界各国と話し合うするときに、今回のアメリカの経済見通しに関しては、この9月21日時点の FRB 見通しというよりは、その前、6月の時点の見通しに近いものになっているのかなという、まあ、そんな印象です。22年プラス1.7、23年プラス1.7、24年プラス1.9。 まあここの手前のところは少し高めになっていて、そして後ろの方でインフレを抑えていく見通しになっているという、まあ、そういう印象ですね。で、このあたりは、まあ、22年に関しては、アメリカはもう第1半期、第2半期にマイナス成長があった、第3半期以降はプラスになりけれども、23年についてはかなり減速するだろう,だろうという、まあ、こういう想定なので、 まあここのところをです、ね、強く、どの時期にどうだということを現状言っても,もう仕方のないことなんですね。ですから、少なくとも23年にかけて減速している、そのことでアメリカのみならず、世界も影響を受けるんだということを頭に入れておきたいと思います。そしてこの景気悪化のしたる原因であるインフレと、そのインフレを抑えるための利上げ。 金融引き締め、この影響ということを確認しておきたいと思いますけれども、もう皆さんご覧になっている通りで、米金利が上がるから株が下がる、米金利が上がるからドル円が上がる、まあ、円が下がるということですね、この図、前回の動画で詳しく見たところではありますけれども、青い線が金利。 でここでは逆表記になっています。下に行くほど金利が高いという状況、それと株価、赤い線ですね、ここではナスダックを並べているわけです。なんでこんな図にしたかというと、金利というのは株価に対する重力であるということでお話をしたわけです。コロナ禍において金利がものすごく低いというときには重力がかかってないので、 株はどんどん上がっていく。だけれども、金利がこれから先どんどん上がっていくという状況になると、株はその重みに耐えかねて下がっていくと。でまあ、見ての通り、金利がここまで来ていて、しかも景気中立水準2.5を大きく超えて金利が上がっている、まあ、この図では下に来ているということですね。まあ、この重さがかかり続けるということになると、 当初の段階は金利上昇を嫌った株安そしてその次には金利が高すぎることそれが長続きすることを嫌っていく株安ということに繋がっていきかねないというこういう段階にもあるんだということですドル円に関しても、えー、同じようにこちら金利逆表記で描いておりますけれども株に比べると金利と 為替のの連動関係というのはより密接です株に関して言いますと、この景気中立レベルを超えるか超えないかで、景気に対する影響というものが明暗を分けるということなので、その景気中立水準に絡んで株式市場が反応するということと、その中立水準、云々んと無関係に、 金利の同意自体に為替が反応するということで、まあ、タイミングが違うということにもなるんですねでこのタイミングの違いがまた投資のチャンスであったりリスクにもなるわけですけれどもこれはまた別のところで、えー、お話をいたしますただ重要なことはこのアメリカの金利がここまで上がってくるとこういうふうに市場も大きく影響を受けるそして経済も 大きく影響を受けるとということなんです、まあ、加えて、新興国なんですけれども、新興国というのは、もともと国内資金が足りない、まあ、その中でドル債務を負っている国が多いんですね。で、そういう時に、アメリカで金利が上昇する、その金利上昇でドル高になるということになると、借り換える時の金利負担もきついですし、そもそもドル高で、 新興国通貨安にななるととドルのののの債務の返済の負担というのがどんどんん重たくなってきますですから、強烈な金融引き締め効果があるんですね。まあ、それによって、自国通貨が売られていくと、インフレを招く、インフレを抑えるために、国内的には金利を上げなければいけない、金利を上げると景気が悪化する、もともと脆弱な国が多いので、 財政的な苦境に陥ったり、政治が不安定化すると。まあ、こういうことで、新興国というのは悪循環にはまりやすいんです。加えて今回の場合には、ロシア・ウクライナ問題にはまって、アフリカ等において食料不足もあるし、エネルギー不足もあるしということで、生活が脅かされていますから、社会不安にもなりかねないという、こういう事態なんです。ですから、今、 アメリカがインフレを退治するために金利を上げている、ドル高になっているということが、まあ、日本で円安がどうこうという以上にもっと深刻に響いている国々というのが世界にはある、まあ、そういう新興国が23年、本当に厳しい正念場を迎えるであろうというふうに思われるわけです。このの図は過去においてドドルル指数ドルの総合カーセレットですね ユーロであるとか、円であるとか、まあ、いろんな通貨を過重平均したドルの総合為替レートですけれども、これが下がってくるときには、新興国ブームが起こる。これが上がっていくとき、つまりアメリカが相対的にきつい金融引き締めをしているときには、今度は新興国で危機が起こりやすいということを何度もこう繰り返してきたわけです。だいたいこの少ないサンプル数、サイクルでおいては、 9年から10年、ドル安が続いて、新興国ブームがあって、それから6年前後、ドル高局面があって、新興国が危機に陥りやすいという状況にもなってということなんですが、まあ、最近のところでは、ドルが少ししばらく落ち着くかなと思っていたら、今回のコロナの影響もあって、ドルどっぽ高の様相になっているということで、ポストコロナにおいて、 新興国がかなり厳しい事態に織り込まれそうとただ、危機、危機っていうふうに言いますけれども、かつての新興国危機というのは、例えば1990年代後半、アジア危機において、それぞれの国は自国通貨をドルに対してペッグする、できるだけ為替を安定的にしたいということで、タイドル為替レートを まあ固定的に運営するということをやってたんですねでこういうやり方をしていると、おそれを守るために、必死になって為替介入をする、そこに陶器の圧力がどんどんんかかってくる投機、まあ、にしてみれば、彼らは当局は防衛できるか、もしくはそこを超えられるかっていう、この2つしかなくなってきますので、結果的に決して負けない投機というのができるわけです。 ですから、まあ、当時、どん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 投機が集まっていって、ダムが決壊するように通貨が暴落する、金融危機が起こるっていう、こういう流れだったんですね。まあ、近年は、多くの新興国が通貨変動について柔軟性を持たせています。そうなってくると、そのダムが決壊するような危機にはなりにくい。でも、じり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 通貨が売られていって、そしてその中で資金繰りに窮して、 IMF に支援を求めるような国がパラパラと出てくる、まあ、こんな展開になってくるんだろうというふうに思われます。そしてこの事態が講じていく展開ですけれども、スタグフレーションですね、景気後退、景気は悪くなったんだけれども、インフレが続いているというケースです。今回のインフレの特徴は、需要が強いからインフレというだけではなくて、まさに地政学的問題から、 エネルギー、食料の供給制約がかかっているとか、あるいはコロナ以降、グローバリゼーションも後退して、それによって供給網が寸断されるなどして、障害を受けている、そのせいで、物がうまく供給されないから値段が上がるという面と、両方混ざっているわけです。中央銀行のの金融引き締めは基本的に需要を抑えるる政策なので供給サイドからまた圧力が出てくると インフレが高止まってしまうということがあり、得るそれに対しても高い金利を維持して抑制にかかるということになりますと、景気悪化とインフレが並行して進んでいくというこういう事態も排除はできないということなんです。この展開というのは遡ってみるともう1970年代ぐらいの話になってくるんですね。まその時の事例としてここに入れてありますけれども、青い線 SP500 が 70年代の首都にニフティー・フィフティーといわれる株の大ブームがありました、まあ、そこに石油ショックが来て、で、まあ、インフレ圧力がガんとかかる、でもそれ以前からアメリカはベトナム戦争、財政拡張というのをやってたので、まあ、そのインフレの下地があるところに、この石油ショックも加わってということで、まあ、見ての通り、インフレが急騰する、そして政策金利も上げて対抗するということで、株価が急落しました。 まあその後、持ち直す場面はあるんですけれども、結果的に70年代の後半には、またオイルショックもありましたし、そこの前後のところでは、スタグフレーション、インフレが高い、景気も悪いということが鮮明になっていくという展開になっています。でこの間なんですけれども、ニフティー・フィフティーでつけた株の高値、これを超えられない状態というのが延々続いて、80年代初頭まで続くわけです。 まあ当時、このことをもって、株式の死という言われ方もしました。まあ、こういう展開も、株式の死というと何もやるようがないように見えるかもしれませんけれども、まあ、私のように逃げて勝つっていう、こういうスタンスであれば、新規の投資の威力がある。そうすると、ここの中で見ての通り、株式の死と言われている状況の中でもサイクルがあるんですね。ですから、やりようはあります。ただ一方で、それ以前の高いところで買って、塩漬けにしてしまうと。 いう展開になるとそれが報われるまでにはもう何年も待たなければならないということにもなってくるまあこういうですね悩ましい事態というものが今後起こりうるということではあるんですで現時点でスタグフレーションがどれほどひどいものかとかまあこういうことを言ってもこれも確からした信頼度というのは現状ではありませんかなりうまく経済の悪化というものを浅く 短く済ませられる可能性もないわけではないインフレに関しても長引くという見立てとそれから思いがけず上がってた分のうちすでに評価の傾向を示している部分もあるのでそこそこのところに落ち着き始めるという見立てもありますそれによって中長期金利が下がれば株価が支えられるという面もあるというのは先ほどのサイクル図で見ていただいた通りですですから まあその点で、現時点でここで危機を強調するつもりはありません。でも、こういうふうに、今まさに我々は崖っぷちに近いところに来ているんだということで、これらのリスクを見極めなければいけないというところに来ているということなんです。ちなみに、こういう時ですね、一つ、この70年代の事例でいうと、金が上がったり、原油が上がったりということなので、 インフレの時代には商品相場がやっぱり有効だという捉え方もあります。まあ金に関しては上がる、上がると言われながら、このところなかなか上がってこない。まあ日本から見ると円安分、金が高く見えるんですけれども、世界的に見るとタイドルでは下がってるっていう状況なんですね。でも、こういう先々の不安定な状況が出てきたときに、例えば分散投資の一環として、 ととりああえず金を入れておくっていうことには意味があるわけですまた、こちらの図で戻って、インフレが高い、金利が高いということになってくると、株は怪しくても、この金利が高いところというのは、まず株よりも先に、イールドハンティング、金利が高い安全資産というものが狙い目にもなってくる。いろいろですね、投資というのは、その時々で考えようはあるんですね。たただ全体として見た時に まさに崖っぷち、今株は下落のおそらく前半戦の中にいるんであろうという趣旨からすると、これから先起こるリスクについて、危機意識、注意というものを怠ってはいけない場面なんだということを強調したいと思います。まあ、そののの中ででで、えー、日本の安ととといいいううここについて、えー、語りたいと思うんですがこの図実践で赤 青、緑で描いているのがアメリカの株価指数、今年に入ってからの展開ですけれども、一番落ちているのがナスダック、そして青が SP500、そして景気バリュー系が多いダウが緑ということになります。まあ、この下落、相当厳しく来てるんですけれども、これを円建てにすると、つまり円相場、相当円安になってますので、 それで日本の投資家の目線で、これを円に換算してみると、それぞれの点線になります。そうするとかなりひどく落ちているナスダックでも落ち方というのがだいぶ緩和されますし、それから SP500 とか、あるいはダウであるたら、年初来トントンぐらいのところにいるということなんですね。でよく言われるのは、外国人は円安分、 日本株を嫌って売っているだけれどもその一方で日本の個人であるとかあるいは企業の自社株買いが支えていて日本株は顕著だ、まあ、こんなことが言われますでその日本株ですけれどもこの黒い実践で入れてありますけれども円立てにした米国株とさほど変わらないところのパフォーマンスにいるということなんですね まあ強い、強い、しっかりしてるって言われながらも、決して上がっているわけではないんです。で、この上がっている底堅い日本株自体の推移が、円建てにした米国株とバランスをしている、あるいは外国人の目からすると、ドル建てで見た日本株というのは、円安分下がってるんですけれども、それは大体米国株の下落に見合っています。ここうういう形ででバランスが取れてるんですね、まあ、そこから 一つ申し上げておきたいのは、かねて日本株がしっかりしているということで、日本の国内事情でいろいろ語る、まあ、そういう解説も多いと思いますけれども、私自身は基本的には円安のサポートが強烈に効いているという認識です。なんやかんや言っても、日本の製造業というのは、円安によって恩恵を受けているところが多い。収益は大きく伸びていて、その支えというものが効いているんだと。 いうことなんですまた他の国ほど中央銀行日銀が金融引き締めをしていないと金融間を維持しているということが、まあ、サポートとして聞いている面もあります金利を上げられればやっぱり株は下がってしまいますですから日銀自体は超緩和のままで動かないそしてアメリカが金融引き締めをすればそれに見合った分だけ円安が進んでいくという展開の中で ななんとなく日本大丈夫という雰囲気がある、まあ、日本の場合には過去においてもそういう警戒心というものがなかなか出ないという特徴がありますそして、えー、その一方で円安は日本の衰退の象徴だみたいな卑下する議論というのがよく出るんですねところが警戒する話にならない卑下してもじゃあそこにアクションを取るという話にはなりにくいという特徴があってそして危機が起こってから事態が悪化してから 慌ててて対応しいいくっていうののが毎回の特徴ですですから私は、これから先、起こりうる世界の危機、この崖っぷち近くに来ているんだという、まず状況認識をはっきり持つ、その時に、アメリカ経済も悪化する、逆金融相場にもなってしまったっていうときには、米金利、これ、中長期から下がってきますので、そうすると、おそらくドル円も下がって、円高側に来る。その時に 今まで円安で意識はしなかったけれども、強く受けてたサポートっていうものが、白落していくんだということを、心して必要があるであろうということなんですね。まあ、このあたりの為替と、それからドル資産等々、海外資産の投資、これを絡めた議論というのは、10月21日に楽天証券のオンラインセミナー、FX セミナーで詳しく。 踏み込んでで、やりますののご関心の方は、そちららにもいい。してくださいこの動画を YouTube でご覧になっている皆様へ田中大輔のマネーは語るは楽天証券の投資情報メディア投資ルにて展開をしております私の過去の動画レポートも多数掲載されておりますので是非ご覧になってみてくださいそしてこの動画気に入ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録 よろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました